矢島、矢島がファーへのボール、折り返すことができるか。ボールが流れていく。ここには加藤です。加藤、前に送っても白いユニフォームの選手はここにおりません。矢島、スペースがある、フリーになっている。矢島がちょっと長いか、いや折り返した。そして川田、ゴール前、来た。大宮アルディージャー、後半57分、菊池が決めました。いや、矢島選手からね、武田選手のところですよね。折り返したところ川田選手がダイレクトで入れたので反応できませんでしたよね。ここのダイレクトで素晴らしいコースに流し込みましたから、まあ菊池選手もよく詰めて、まあ難しいボールでしたけどショートバウンドでしっかり合わせてゴールしましたね。いや、これは大きなゴールじゃないですか。